し。ああ、またなんか峠道だな。ね。おしどり。うん。そう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 。そうでしょ。うん、串取りの池って書いてある。見えた。脇を通った。串取り池の脇を通った。まだ串取り池の時です。結構綺麗だね。うん、綺麗だったね。見えるでしょ。見えた。近い。もう、首が曲がらないって言う。はい。失礼しました。砂浜が出てます。ここからね、うねうねするよ。うん、結構うねうねするよ。だいぶね、だいぶ残ってきたからね。おお、なんかだいぶ雲取れてきたね。明日は晴れ。明日は晴れる。ああ、やっぱり先に地獄谷行って食べてから上がった方が良かったのかもしれないね、本当ね。あ、さっきも全然見えるじゃん。でも時間が間に合うのかな。4時間に間に合ってた。ごめんね、逆にしちゃって。あ、ダメだ、ここは怖いところだ。じゃあ、じゃあ、左、はい、左半身が集中してます。右はなるべく無理です。無理です、うん。おー、いい眺めだ。で、さっきより全然視界開けたね。3度目も。でも上の方はやっぱり結局は風が強いんだろうな。僕は寒いんだろうな。あ、後ろから車来とるやんけ。いい感じの空になってる。順調なゲームでしたか。まあ結果なんだけどね。このルートだと行きとは別のルートだよ。来るときとはまだ別のルートで帰る。あ、もうこれ以上は行かない。ゆっくり引っ張る、ゆっくり。それもギュッと押し込んじゃうよ。あの、このカップ。ちょっと怖かった。怖かった。大丈夫、見てなくてよかったわ。怖かったよ。うん、よかった。うん。大体こうカメラなんかあるときに限ってはああいうのがあってね。そっか、でもロープウェイ、あのタイムリードと思ったからあの人たちに写真撮ってもらえたもんね。きっと俺の方がうまいと思うけど。今この車びっくりした。うん、時代結構早かったよ。どういうことね、今。どういうことね。うん、俺信号間違えたのかと思った。結構早いな、どこ。あ、なんね。まだ太陽高いね。まだ左に見ちゃダメ、左見ちゃダメ、左見ちゃダメ。ちょっと見ちゃった。
なんか向こうの方も海だよ。いいよ。なんとなくわかる。海だよね。晩ご飯何食べる？中華街。特にお店決めてないけど。行こうと思っていた宝山楼というところが臨時休業って出てて、うん、でそこの新館がすぐそばの新館が間もなく営業開始。じゃあそこでしてみる。2店舗開けても採算が取れないんだろうねきっとね。まだまだ本店、本店、閉店。21年の12月30日で閉店。ここで取れずに頑張ってそうだね。さあ、どうやって天気良さそうだね。うん、山の準備して正解です。しびれが取れてきた。うん、よかった。足に疲れればね、手もね、ちょっと温めてね。そう、当たりませんでした。信号が変わらない限り無理だな。うわ、長崎市内、車で動きたくねえ。あ、バスが来ちゃった。行き、だって来るよ。大丈夫。大丈夫。持ってても大丈夫。じゃあ持ってる。じゃあ持ってます。すいません。はい。よいしょ。ここ。ホテルの隣ですか。うん、
はい、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 すいません、ゆめ様、はい、ありがとうございます。アルコール消毒お願いします。はい、書き出で行きましょう、行きましょう、お2階へどうぞ。はい、なんてお店だっけ。鉱山楼。鉱山楼です。長崎最後の日です。ちょっとお高めの中華料理、中華屋さん、中華料理、中華のお店です。エビチリです。で、ビールです。いただきます。とりあえずつまんでます。いただきます。ガーリックシュリンプじゃないから、殻はついてないよね。で、いただきます。いただきます。はい、ありがとうございます。だって金曜日でしょ。普通なら空いてるよね。ここもすみません。怖いわ。これは硬いお菓子。こんなもんじゃないですよ。こんなもんじゃないですよ。中華街。こっちとこうクロスしてるの。十字になってるの。こっち行ってみる。焼きちゃんこ、焼きちゃんこから。ああ、それとは安いですね。リーズン、安いし、リーズン。そうだね。
中華丼、まあ、ここもリーズナブルね、サライド、特ちゃん丼、うん、このぐらいだよね、そこが高いんだよ、でもみんなあんだけ焼き鳥をやってきて、ここはこんだけっていうのがあやっぱり味が違うんだ、そうだね、食べ比べてみないと分かんないね、忘れないうちに、ここも、あ、ここはもう閉まっちゃってるんだ、完全に撤退しちゃってる、金曜日で閉まってるんだからね、貸し切りだったけど、どこ？うん。角煮と角煮特製饅頭。特製饅頭かもしかして。これこれ角煮饅頭を買って、もうでも閉まってる感じ。買って食べたいなと思ってたのね。やってないよね。角煮饅頭とこのハトシっていうのを買って食べようかなって、そうだね、思ったんだけど、うん、やってないの。でも窓口ここだよね、それ、うん、ちょっとこっち行ってみるよ、結構わかるでしょ、うん、もうびっくりしちゃった、結構わかるな、うん、歩いてメガネ橋ですね、もうちょっとです、だいぶ暗くなっちゃいました、GoPro で見ると遠いわ、なんとなく眼鏡だ、ちゃんと飲む、じゃあ先に下に降りて行ってみたいと思います、夜の眼鏡橋です、鉄砲水が来たらアウトだね、大丈夫、ここはメガネにはなっていません、気をつけていきましょう、メガネ橋、ふわふわって分かれません、一旦止めましょう、出た、怖いよ、そっちは上登れないでしょ、そっから上登るとこないんでしょ、戻らないとダメなんだよね、ちょっと止まってて、あんなとこ通れないよ、あと違うだろう、向こうが違うもんです、じゃあ見逃した、もうちょっと奥行ってみる、いやこっちの方にあるんじゃないか、見逃したんだろう、それとも向こう側、
向こう側はないよ。牛違うじゃん、牛型の感じが。メガネ橋のハート岩を探しています。乗り向こう行くと落っこっちゃうからね、これか。違うと思うよ。違うね。距離的にはこれだと思うんだけど、こんなんじゃないよね。もうちょっとハートアートしてた、人工的にカットされたみたいな感じで入ってたよ。上からのメガネ出しです。よし、降りるぞ。そう、逆メガネ橋、逆メガネ橋。ほら見てよ、怖いじゃん。え、行けるじゃん。行けたよ。いやだ、怖いもん。ハート岩。あ、わかった。そこ照らしてるだろう、もしかして。違うか。ここ照らしてるからそうかなと思ったんだけど。こっちの方まで来るかな。あった。あった。見つけたのはちゃちゃんでした、うん、それでここのところのこの一本が愛に見えませんかっていうのを言ってる人がいた。はいはい、ね、アルファベットのね、うん、文字の愛で、で愛が出る。ここに小銭が、小銭が置かれているわ。いっぱい置かれてるよ。こっちの方にも。あ、小銭が。本当だ。すごいすごい。1円玉と5円玉だけどね。よし、ミッションコンプリート。キャッチありがとうございます。そうだよね。まあカメラは壊れることはないと思うんだけど。こういう場合でした。だからね、愛だ。はい、生まれ橋からでした。よし、じゃあ行きましょう。はい、終了。レジマに向かいます。ここって何、あ、歩行者優先なんだ。ちょ、怖い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 嘘